甲子大橋甲子道路は国道289号の自動車通行不能区間及び境愛区間解消を目的として建設された福島県南合津郡下郷町から福島県西白川郡西郷村を結ぶ延長 23.3km の道路である。2008年9月21日、主トンネルである甲子トンネルを含む区間が開通し、自動車通行不能区間が解消した。 2019年3月25日、残された下郷町内のおよそ 2.6km の区間が開通し、全線開通した。孔子温泉の一軒宿、大黒屋登山国道2006年撮影。2008年9月孔子道路の開通により、国道指定から外される。標識も撤去された。孔子峠を通過する国道289号は、1970年の 国道指定以来、福島、新潟県境をまたぐ80列と並び、車両通行が不可能な交通難所で、幹線道路としての機能を果たせない状態であった。甲子温泉がある西郷村から甲子峠へ向かう登山道には、かつて国道289号の国道標識が建てられていたことから、登山国道として国道愛好家の間ではよく知られていた。甲子温泉は、 奥甲子の一軒宿、大黒屋がある温泉で、白川市街地から甲子温泉に至る国道289号は、山奥の途中から大黒屋まで急勾配と細く、頼りない道が続いた。登山道に建てられた国道標識も、国道指定当初の即位ミスなどの要因が絡んだ、ことで、大黒屋の土地が国道に組み込まれたことによるものである。甲子峠に、 バイパス道路が完成した時には、国道になった土地を大黒屋に変換する約束であったが、バイパス道路完成までの期間は国道である証に道路標識を立てさせたと言われている。急峻な地形が続く、孔子峠越えのバイパスである孔子道路は、車両通行不能区間の解消を目的に、整備事業が始められたが、工事開始から開通までに33年を要し、 山奥の豪雪地帯であるため工事可能なシーズンが短いことに加え予期せぬアクシデントが重なったために工事は難航を極めた。2002年に降った大雨による影響で掘削工事中のトンネル付近で地滑りが発生したためルートの見直しを余儀なくされすでに掘削されたトンネルと橋梁の一部が放棄される事態となった。また、最も長い橋梁である 高市大橋も思考上のミスにより橋桁が傾いてしまい、工期が一年以上延長されている。2008年9月に高市峠越えの道路は難工事の末に完成し、開通を見ている。第一県桂橋施設名欄の背景色が白色である部分については道路が共用済みの区間を示している。また、施設名欄の背景色がである部分は、施設が完成していないことを、 施設名欄の背景色画である部分は、部分的に施設が共用済みであることを示す。キビタトンネルの下郷町寄り高校。左側は、廃道となった尺投げトンネルの高校。キビタトンネル内サイク作部カーブ。右手方向は、廃道両端区間は、福島県が施行し、下郷町川国道121号より5.3。 キロメートルは1997年7月から2001年3月までに順次供用開始しており、西郷村川5.8キロメートルは1995年6月16日に供用開始した。現在のキビタキトンネル区間は1995年の供用開始時は3トンネルに橋梁のほぼ直線ルートだった。しかし、2002年7月の台風6号による 豪雨により、シャクナゲトンネル付近地下で、地滑りが発生。シャクナゲトンネルの補強も考えられたが、地滑りが予想以上に激しいため、第一片見橋から、シャクナゲトンネルまでの二トンネルに橋梁を破棄し、災害復旧工事として、既存のキビタキトンネル途中から分岐し、シャクナゲトンネルの高校まで旧ルートの南側の山中をカーブで貫く新しいキビタキトンネルが建設され、 2006年4月3日より共用開始した。車両通行不能区間5 9トルは、この道路の核となる、孔子トンネル、孔子大橋などを含む、南高軸区間であるため国土交通省の直轄権現代航区間となっていたが、2008年9月21日に開通し、通行不能区間は解消した。ただし、第三航区の一部、南倉沢トンネル、 名倉沢橋を含む約2 6トルの区間については当面、現道を利用することとして開通したのは2019年3月25日であった。平日24時間交通量。ありがとうございます。